XYZZY は Windows で動作するテキストエディーター。Emacs と一般的なテキストエディターの利点を取り込んでいる。作者は亀井哲也。マクロ言語としてコモンリスプ系の XYZZY リスプを実装しており、高機能なリスプ処理系としての側面も持つ。現在は派生版の開発が続いている。などの特徴を持つ。 マクロ言語として採用されている XYZZY リスプはコモンリスプに近く6割程度の仕様が実装されている。EMAX リスプとの互換性はあまりない。その一方で Windows API にアクセスできるなど Windows ネイティブのソフトウェアである利点を生かした作りになっている。XYZZY の公式な読み方は存在しない。 xyzzywiki が行っているアンケートでは xyggy, xyzzy XY と読む人が多い。英語圏では xyzzy, x XY y z i z yeah, t i s y e a またはイク j i s y e a と発音される。2005年12月に MIT ライセンスを採用してオープンソース化された。それまでは作者の意向により、 明示的なライセンスが付けられることなく、ソースコードが公開されていたが、これにより再配布や改変が、ライセンスの許諾範囲内に収まることが明確になった。バージョン0.2、2.235以降、仮名による更新は行われていないが、有志らによって開発が継続されている。ヒロイマと・マコト、XYZZY リスププログラミング、XYZZY、05632リ、 要望ファイラーの位置とか他 XYZZY メイリングリストアーカイブハットアンケート XYZZY の呼び方 XYZZY ウィキハット XYZZY のページウィックシャネリーハット XYZZY がオープンソース化スラッシュドット EMAX 風テキストエディター XYZZY が6年ぶりのアップデート窓の森ありがとうございます